信州の山から生まれる清冽な雫はやがて川となり海へと注ぎます。豊かな海を未来へ引き継ぐために海なし県にもできることがあります。長野県内で行われる海につながる活動を紹介します。茅野市にある蓼科アミューズメント水族館は標高1750メートル、日本一高いところにある水族館です。海なし県にあることから飼育・展示されているのはすべて淡水魚。日本はもとよりアフリカやアジア、南米など世界の淡水魚およそ200種2000匹を見ることができます。この水族館が力を入れていることの一つは体験です。館内に作られた池では飼育されている鯉に餌を与えることができます。お客様に楽しんでいただくというのも一つですし、あとは実際触れ合ってもらって観察してもらって生き物を知っていただきたいと思っています。新型コロナウイルス感染症が広がる中で従来行っていた魚に直接触る体験は現在中断しているといいますが、こちらの水族館では世界各地の人気の魚を見てもらいながらウィズコロナ時代にふさわしい体験を考案していきたい考えです。実は世界の淡水魚たちの中には絶滅の危機に瀕しているものも多いといいます。世界的にですね、水質汚染が進んだりとか、上流域ではダムが建設ラッシュが起きたりとかですね、そういったことで環境が大きく変わってまして、どんどん絶滅が進んでいる状態です。世界の多くの淡水魚に迫っている環境危機について知ってもらうこともこれからの課題です。蓼科アミューズメント水族館では今後世界中のさまざまな淡水魚が暮らす川や湖の環境やそうした川と海とのつながりを学ぶことができる展示なども増やしていきたいと考えています。海と日本、動画をご覧いただきありがとうございました。海と日本プロジェクトでは全国各地の海に関するさまざまな活動を紹介しています。チャンネル登録もお願いします。